え今日はね、綿帽子を語っていこうと思います。綿帽子といえば、えー、当時アルバムの1曲目だったんですよね。心臓オーケストラっていう。で、アルバム出た時に地元の友達が電話してきて、もうワタボっていう曲がめちゃくちゃ良かったって言ってね、あの、珍しく、本当に地元の友達が聴いてくれて、本当に綿帽子にドハマりしてくれたのを思い出しますね。 その友達にしてみたら、心臓オーケストラってアルバムは、1曲目が一番ピークって言ってました <laughs>。まあ、そんぐらい、本当に刺さる人にはすげえ刺さる曲で、まあ、確かにちょっと自分たち的にも、な,なんつうかな、綿帽子っぽい曲っていうのが、まあ、あんまりそれ以降は、こう、出てきてないというか、本当にそんぐらい結構、ああ、 すげえ曲できたって自分たちでも思った曲なのでしょうか